まあ、今朝ですね、シラスで、魂と魂の対話術みたいなことやったんですけど、まあ、その中で一番大事だったことが、まあ、誰かに会うときにね、まあ、これから私あのディスカバリーチャンネルの収録で、インタビューをするんですけど、まあ、数限りなくインタビューしてきましたが、プロレスの仕事流儀とかドリームハートとか東京 FM ですね、とにかくあの徹底的にその人物について調べるってことが大事なんですけど、調べた後で忘れるってこともとても大事で、あの対話って答え合わせじゃないんですよね。これあの僕みたいにテレビとかラジオの収録をプロフェッショナルにやるというだけではなくて、例えば誰かあの取引先の人に会うときとか、その会社のこと当然調べると思うし、それからあの多分就職面接なんかでもそうかもしれませんね。御社のこういうところがいいみたいなことを学生さんに言うわけでしょうから、そういう時に、相手について事前に思っていることとか認知していることとか、そういうことをね元に対話を組み立てるといいんですけど、でその事前の、相手に対する関心を持って調べる時間ってのはとても大事なんですけど、でいざ目の前にその相手がいたらですね、それを全て忘れることが大事なんですね。でこれが大事なんですよ。その徹底的に準備をして忘れるといった、で今ここに集中するっていうことがとても大事で、その二段構えというかですね、これがあの今朝のシラスの、魂の対話術の放送で最も重要なメッセージだったんですね。で、あのまあその時も詳細をお話したんですけど、やっぱりあの態度アティチュードがですね違うと思います。あのそういう形で相手に関心を持って、まあ、探る、調べるって別に情報インプットするってだけじゃなくて、その人に対して自分が関心を持つ、そういう心の持ちようというか、そういう時間を持つということだと思うんですけど、そういう時間を持った後で今度は目の前の生身の人に向き合う、目の前の生身の人ってのは常に変化してるんで、情報ってのは止まっちゃってますから、ですからその常に変化している目の前の生身の人に、生き生きとした関心を持って向き合うということができるかどうか、だけどその時にその全く素でいくんではなくて、ある程度その構造化しておくっていうんですかね、逆にその構造化することによってですね、初めて気づくことのできるその人の、まあ、振る舞いというか、エランビタールというか、そういうこともあるんで、逆に言うとその目の前の今ここの人に生き生きと向き合うためにも、その自分の関心というか、その積み重ねを構造化しておくというですね、そういうことがとても大事なことだろうと私は考えます。で僕はそういうふうにして、今まで、まあ、テレビとかラジオのですねインタビューの、をやってきました。もう一つやっぱり大事なことは自分を忘れるってことですね。 It's not about me ってことで、私なんじゃないんです、私は関係ないんです、無視、私を消す、でそういうことができない人が多いんですね。何でも自分の話に持っていってしまう。なんでそうなっちゃうかというと、結局承認欲求を持っていくところがないというか、あるいは、まあ、僕はあの自分の言いたいことは思いっきり振り切って言ってるわけですけど、どっかにそういうなんか自分を出すチャンネルがあると、そういう、まあ、相手と対話する現場に行った時にですね、自分というものを持ち出さなくて済むんですね。それはやっぱり振り切って表現しておくことが大事なんです。オーディエンスはね、別にねそんなに多くなくてもいいんです。別にオーディエンスがじゃあ1億人いればいいのか70億人いるのかって、そんなの無理ですからね。あのそういうことよりも自分の気持ちを振り切って表現しておくってことが大事で、まあ、そういうことによってデトックスっていうんですかね、ある種のねセルフというものをデトックスして、まあサウナじゃないですけど整うわけです。整った状態で相手に向き合うと、いつのってアバウトミーという私のことではないんだっていうことが自然にごく自然にですね、まあ実践できるんじゃないかなと思います。ということで、今日の今朝のシラスのですね魂の対話術でお話したことの一部分をちょっとお話しました。もし、それ以上興味がある方はちょっと覗いてみてください。まあ人と人の出会いというのはね一期一会で、脳と脳ってやっぱり単独で存在しているよりはやっぱりコレクティブインテリジェンス、集合的知性の方が非常に重要だと思って、そういう意味では人と人が、その脳境界を越えて
結び合うこと、つながり合うことが本当の意味で創造性を発揮する上で大事だと思うんで、そのことはね、やっぱり日本の再生ということにもつながっていくだろうと。日本人はあまりにもその偏差値だとか自己責任だとか、そういう愚かなものでバラバラにされちゃってると思うんで、日本人が本格的にコレクティブインテリジェンスを立ち上げるためにもですね、魂の対話が必要であると。今日本人にとって魂の対話が必要な理由ということでお話しさせていただきました。そろそろディスカバリーの収録の現場に着きます。ありがとうございました。脳の教養チャンネルもよろしくお願いします。登録してね。